はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月16日日曜日、時刻の方は12時57分です。ピヨピヨ。はい、今回はね、久しぶりに指ネジ、普通のね、助けてっていう方のコメント投稿になります。はい、ね、横手さんからの投稿になります。元気なおじい、こんにちは。ご無沙汰しております。今回またもや指ネジ製品のことでご質問です。普通なのですがマイクが使えません。先週あたりから突然マイクが使えず困っています。ですので電話はつながりますが、こちらの声が相手に聞こえません。 LINE 通話も同様です。 OK、 Google も認識されません。困り果てております。端末の再起動で治る場合もたまにあります。今も治っていません。ということで、端末の再起動はね、これは一番最初に試すことではね。で、まあ、再起動というか電源をオフにしてもう一回入れるっていうね。で、電源をオフにして、要は再起動をして、治る場合もたまにあるということは、マイクの音量がゼロになってるのかなとも思ったんだけれども、そうではなさそうではね、設定項目自体がないんだよね、マイクはね。なので、何かあるのかなと思ったけど、おそらくなんだけれども、いろんなことがね、考えられます。で、普通の場合は、2月の1日付、なので、何日かわからないけれども、2月1日のものが数日後にアップデートしてます。で、これがアップデートしたのが、要は皆さんが現物を持っている方のワイヤレスアップデートの方が早いので、それがちょうどタイミングが重なっている可能性もあるかなとおじいは思っています。で、変更ログを見ると、まず HDR 効果の最適化が一つで、ワイヤレス信号の問題が修正されましたが一つで、一部のアプリの自動再起動の問題が修正されましたが一つで、マイナーなバグ修正とシステムの改善一つで、心の中で何か修正した時にやらかしたのかもしれないなっていうのがね、まあ一つ疑わしきものがある。しかしおじいが思うに、このアップデートの日付が2月1日付なので、一般公開したのがその後なんで、それを考えると今日がもう16日なので、もうちょっと以前にこのアップデートが原因だったら、もうちょっと皆さんさばいてるはずなんだよね。でおじいのところにも当然書き込む方が多いと思うので、今日16日なので、まあ、今一人の投稿がちょっと前からおかしいよってことは、まあ、タイミングが重なるんだけど、これじゃない可能性があるよね。じゃあどこなのっていうと、先週あたりとここから7日行くと、まあ、9日前後ぐらいだよね、ぐらいから突然なんだよね。突然で、この横手さんが毎日スマホを使ってるわけで、スマホをただこうしてね、普通があって、でこうして置いといただけで、置きっぱなしだったらある日突然で、使おうと思ったらマイクが使えなくなったって言えば、これがある日突然なんだけども、この突然っていうことはなんかいろいろ使ってるわけだからね。なのでこの突然の前に何をしたのっていうのをまず思い出していただかないと、そこが原因になる可能性が非常に高い。それでね、まあ、先週あたりから突然マイクが使えなくなる前に何かしませんでしたか？何か設定を変更したりとか、何かのアプリをインストールしたりとかね、何かをやりませんでしたかっていうね、その行動がだいたい1個2個3つぐらい前までの行動が原因になっている可能性がだいたい高いんだよね。7割8割9割10割ぐらいあるんだよね、それがね。なのでそこら辺を思い出せるかどうかがキーポイントではないかなと思います。で例えば逆に音が出ないとかね、どうのこうのっていう問題は
例えばの読み上げ機能をね、あのオフにしたら治りましたとかさ、いろんな原因があったわけじゃん。要はアプリケーション同士と相性とかね。で、F 中自体がほら、ちゃんとした監視品ではないわけだから、まあ、いろんな、まあ、バグというよりも、監視してない未監視品だからね、何が起きても不思議ではないっていう、まあ、そういう状態にあるので、一番確実なのは、一度、工事を出荷状態に戻す。ね。初期化をする。で、初期化をして、もう一回一からやる。で、その時に、アカウントの紐付けは一回やらないで、一回初期化をして、最新の状態を保ってね、紐付けを復活しないで、とりあえずちゃんと起動できる状態に持っていく。その状態で、不具合はないはずです。で、その後に紐付けをして、復元をして、これで使う。で、復元した状態で同じ症状が出るんだったら、何かが原因があるってことだね。今度は、設定がおかしいんではなくて、アプリとの相性が悪いっていうことになるのではないでしょうか。ね。なので、まずはね、山で遭難したら、ね、元の来た道を戻る。これが鉄則です。ね。突然マイクが使えなくなったらね、しっかり状態まで、戻る。ね。これが鉄則です。で、そこのしっかり状態がどこなのかというと、もうある日突然なんだよね。しょうがないからもう工場出荷状態、スタート地点まで戻る。これが一番硬いです。ね。もう先週あたりからだから、もう突然って言ってるんだからね。もう思い出せないでしょう。ね。だから、初期化する。これが一番硬いのではないかなと思います。で、初期化をしてみて、もしダメだったら、初期化をして、まずは電話だけで使ってみて、ね。で、まあ、電話だけだったら SIM 入ってればすぐ使えるでしょ。で、通話してみて、相手に声がしたかしたないかだけ確認して、で、もし伝わるんだったら、初期化をして、その時は何でもないということになります。で、その後に、アカウント紐付けをして、復元をする。で、今まで使った状態で復元する。それで使えるかどうか。でもしそれで使えるんだったら、途中で何かでおかしくなったんだね。よくね、パソコンではね、当たり前のこと。パソコンだと、ハードの上から何番目にね、例えばグラボとか音源とかね、プリンターとか昔はね、この指す順番、指す位置が、一回でも入れ替わって間違ったら、もう相性問題が出るとか、あるんだよ。で、ドライバーの入れる順番がね、間違えたら不具合が出るとか、うまく入んないとか、よくあることなんだよ。それと同じようなことが、Android でもアプリケーションの相性問題とか、そういうものでね、発生するのではないかなと思います、これがね。なので、まあ、そんなことが起きるのも、呼び出しのクオリティが低いから、起きるわけだよね。アプリ側の方は別にそんなに罪はないとは思うんだけども、まあ、これも読み手帳を使うためにやっぱ使い続けるための知恵ね。これを一個覚えていきましょう。ということでおじいからのアドバイスはまずは初期化をしてみてください。で、ちゃんと使えるかどうかを確認してから使えるんだったら復元して今の状態に戻しましょう。で、使えるか使えないか。ここがミソです。ここがミソ。ね。で、おじいが思うに、初期化をしたら、おそらく治るような気がします。あ、治った。多分、これでね、いけるんじゃないかなと思います。で、この動画をきっかけに、いや、自分もなんだよ。いや、私もって、たくさん人が出てきたら、それは、この F2 の、4番目の一番新しい2月のアップデート、これが悪さをしています。まあ何かの問題を修正するとまた新たなバグを呼ぶっていうのは、これは夢弟子の特有のことなんだよね。これは昔からなんで、この可能性はあります。ただその可能性があるんだったら、もっともっとたくさんの方が同じようにね、投稿してるはずです。それがないというのは、おそらく、
横手さん特有の問題だと思うので、まずはその個人の環境から確認する必要があるということです。はい、一応元気な欲しいのね判断はこんな感じです。いかがでしょうか。で、あとね、これ全体的に見ると電話がダメ、 LINE がダメ、 OK Google ダメってことで、もうマイクの機能自体が使えない。で、このマイクの機能自体が例えばミュートになってるんじゃないのとかね、このでマイクの設定を見てもこれないんだよ実は。で、おじいもこの動画を作る前にかなり探したんだよ。で、かなり探したんだけどない、マイクの設定っていうのがないんだよ。これがどうにもこうにもね、探したけどないんだよ。で、ググるといろんな過去のバージョンのね、関連のやつ、それっぽいやつ、音関連だかな、なんかにあったんだけど、もう今のバージョンはない。マイクに関するものっていうのがね、ないです。なので、このマイクの音をね、消したいっていう人はいるんだけど、マイクが出てこないっていうのがあんまないんだよね、設定者が。周りの音拾っちゃうからマイクだけ消したいっていう人はね、イヤホンジャックピンってこう、こう、線切ってあるやつ、ダメになってるのをこうポンってね、イヤホンがマイクの代わりになっちゃうからね、なんでもいいから、これジャックだけ挿しておけばね、無音状態になるんで、音が入って困る人はそういうやり方があります。あと他にね、おじもすっげえ探したんだけど、やっぱりね、ないよ。マイク関連探したけど。ね、なので、おそらくね、ここら辺、でもここら辺はスピーカー設定なんでね、マイク設定ではないので、で、あとマイクがちっちゃいとかね、そういう場合はブースト上げるとかっていう設定があったりとか、あとアプリ、で、マイクを大きくするやつがあるらしいんだよね。そういうアドバイスはできるけども、これ、マイク自体が認識してないので、ちょっとこれはね、あまり、ググってもありませんでした。実はね。はい。そんなわけで、一応、おじいが調べてみた、やってみたことは全てです。やっぱり、初期化が基本かなと思います。はい。じゃあ、まずね、横手さんと同じ症状のある方がいたらおじいに教えてください。で、横手さんはまず初期化を試してね、その結果を教えてくれたらまた参考になると思います。あんなわけで、夢ネジはね、いつももうネタの方向だね。はい、そんなわけで F2 皆さんも頑張って、おじいも実際に F2 あればいいんだけどもね、去年あたりね、なんかいろいろ調べるのにね、だっけ、一般のアマゾンが来たらね、提供してくれるからって言ったけど、もうこんな状態になっちゃったんだよね。もうしっちゃかめっちゃかで物はできねえし、で、物作ってねえしってね、もうこんな状態になっちゃってね。なんで、でも発売してからこんなっちゃってるからもう意味がないでしょうね。あ、でも調べようがないでね、ほんとね。現物がないからね。しかも Android 10でしょ、おそらくね。もうおじいにはもうお手上げ状態です、ここら辺はね。皆さんの情報をまとめるのが精一杯なんでご了承ください。というわけでおじいでした。またね、バイバイ。